マジスク全然違うんです。削るのもカンナ書きもできるっていうのがこのマジスクのすごいところなんですよ。皆さんこんにちは、高坂ひのです。今日も始まりました保健中 TV。 今日はこちらの話題の商品、さあマジテンスク、この点は大事らしい。そのマジテンスクをちょっと紹介していこうかなと思います。こちらはですね、こんな感じ、青色の絵があって、それも結構握りやすい感じの形にちょっと設計されてるらしいんですけど、にこれ白色の刃がついているものになります。多分皆さんがゲート処理とかするときに一番に思い浮かぶのが、まあまずはまあニッパーで二度切りしました。でその出っ張ったところをこのこういったデザインナイフ、まあ定番ド定番、一番最初に買うのはこのオルファーだと思うんですけど、こういったナイフなので金属の刃をイメージすると思いまーす。ですが今回紹介するマジテンスクはこれ白いので、包丁とかでもよく使われているセラミックを使った刃になっているので、まあ、ちょっとね今変えたばっかの刃だからとてもオルファー触れないんだけど、怖くて。けどこっちはねこれ軽く触っても大丈夫な感じになっている、デザインナイフよりはちょっと安全性が高い、ちょっとぐらい触れるようなそんな刃になっています。え、じゃあその分切れ味も落ちるんじゃないのとかいろいろ思うと思うんですが、デザインナイフとそしてこのマジスク、マジ喋るときは点抜いていいかな、うん、マジスクと、あとは他にもこのセラミックを使ったナイフ類があるので、それらとちょっと比較しながらですねゲート処理等々をしていこうかなと思います。ゲートといえばこんな感じでですね、今特に分かりやすく大きめに残してるんですけど、ランナーから切り離した時に残るこの出っ張りのことを言います。まあ明らかに出っ張ってるのでこう引っかかったりとかかっこよくなかったりするので、ここで登場するのがまあこういったデザインナイフですよね。こういった出っ張りのところにこうデザインナイフを当ててちょっとずつこうやって削っていくみたいな、でできる限り刃はね当てて寝かしながら出っ張った部分だけこうやって削っていくみたいな感じです。まあ、片方からやると片方残ってたりするので、反対側からもこうやってカリカリとやりながら、どんどんなくしていって、で、出っ張りがあるかないかこう爪でこうチェックしながらね、そう、まだ出っ張ってるなと思ったら削るっていうのが、まあ、これが結構一般的なね、ゲート処理かなと思うんですけど、よいしょ、よいしょ、まあ、こんな感じでカリカリと、カリカリと、ただこういうゲート処理をしてるときによくありがちなのが、こうデザインナイフって切れ味いいんですよ。なのでこのゲートを削りたいっていう思いが強すぎてこう食い込んじゃったりとかね、こうやってめっちゃ大げさにやったけど、そうこうやって食い込んじゃってえぐっちゃったりっていうのもあると思います。こんなにえぐれてしまったらちょっとね修正するのが大変になっちゃうんですけど、できればこうなりたくないわけですよ。ただデザインナイフってなかなか最初はね扱いが難しくて、まあこれくらいえぐっちゃうのはちょっとわざとらしかったかもしれないですけど、まあそれぐらい切れ味があって、どんどん削り出したりとか形を変えたりするにはデザインナイフっていうの便利なんですけど、初めて使う人だったりとかお子さんには、まあ我々もなんですが、怪我はよくします。なのでちょっと危ないなと思って手を出せてない人いると思うんですよ。ただこのセラミックブレードだと、さっきも言ったように、これ触れるんですよね。刃がセラミックなので、まあセラミックの包丁とかもよく家庭科とかね、そういう学校でも使われたりすると思うんですけど、同じようにこれもね、軽く触るぐらいでは全然切れなかったりします。もちろんちょっと先は尖ってるので、100% ってわけじゃないんですけど、まあこのデザインナイフと比べれば、まあ怪我はしにくいっていうのも一個ポイントかなと思います。さて、そんなセラミックブレードでは、じゃあどうやって、ゲート処理をしていくかなんですけど、ちょっとね、このマジスクと他にも用意したんですよ。これガイアノーツさんのセラミックブレード。さらに同じ、マジスクと同じアルゴファイルさんのワークフィニッシャーっていうのを3つでちょっと試していこうかなと思います。ちょっとね、刃先だけで比べると、ちょっと白いからね、正直形が全然伝わらないんですけど、このセラミックブレードはめちゃくちゃ薄いです。厚みが全然ない。あ、これ伝わるな。厚みが全然なくて薄いです。で、刃の部分はすごく平らな一面になってて、先端は丸い感じですね。
で、このワークフィニッシャーは、そのセラミックブレードと比べれば、ちょっと分厚さがあって、どちらかというと四角いような、角張っているような刃になっています。同じく、これもここに刃があるイメージですね。まあ、削るのはどこでもできるんですけど、薄い、分厚いという感じです。で、実際この二つどうやって使っていくかというと、カンナ掛けというのに使っていきます。はい、ここにですね、二度切りでほぼほぼ残ってないゲートを用意しました。これね、触ってもほぼわからない、爪ではほぼ引っかからないようなレベルのゲートですね。こういったところはですね、まあ、デザインナイフとかで削ると、まあ、えぐれる可能性も高くなってくるので、ここまでこう、指でね、こう、爪でカリカリしても、あんまり引っかからないようなレベルになったら、カンナ掛けっていうのをすると思うんですよ。このゲートのところに当てながら、こうやってカリ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 、ちょっと白いクズが見えてきましたね。カリ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 ってやっていきまーす。今一方向でやってるので見やすいかな。こう削れてくんですよ。この刃の角っことかを使ってちょっとね、カリ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 していくんですよね。カリ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 していきます。はい、こんな感じ。ちょっとね、白っぽく曇ってると思うんですけど、全体的にちょっとずつちょっとずつ、カンナ掛けなので、こう削り節みたいなのが出てましたけど、プラスチックのね。そういうのを出しながら、少しずつ少しずつ削っていく、そんなアイテムでございます。で、これわざとね、ちょっとわかるようにやったんですけど、ここで引っ張ってるのわかりますか？これ実はね、ゲート跡、触ってもあんまり出なかったけど、ちょっとここだけ、ほら、カンナ掛けでは消えないほどの段差だったんだよ。なので、ちょっとね、残ったりしてるんだよね。もうナイフとかで綺麗に切った後を整えるようにこうやってカンナ掛けするんですけど、大きなこういう出っ張りみたいなのがあるときは、こうやってね、切り出すっていうのは得意じゃないので、あんまりこうやって綺麗にならないんだよね。カンナ掛け専用だと思ってもらったらいいので、まあ、ちょっとした段差、それこそね、パーティングラインとかを消すときには重宝するような、そんなアイテムになってます。ちょっとヤスリに近いようなコタツですね。でこっちの細い子も用途的には一緒でーす。まあ、そんな、今まで出てた子たちはこういうね、あ、カンナ削りができるんでしょっていうイメージのセラミックブレードたちだったんですけど、今回出てきたこのマジスク、全然違うんです。やっと本題に来た。何が違うかっていうと、はい、これ、まあ、白いので、正直白飛びしてあまりわからないと思うんですが、さっき使ったワークフィニッシャーは四角いって言ったんですよ。セラミックの板がこうね、刺さってるだけみたいな感じなんでしょうね。だけど、こっちのマジスクに関しては、これね、刃がこうやってなってるんですよ。ちゃんと。こうなってるの。こんな感じで30度に60度にって書かれてると思うんですけど、先っぽがこうデザインナイフのように山型になってるんですよね。で、かつ、先端も、ちょっと尖った形になっているっていうのが特徴になってます。この山型になったことで何ができるかというと、ほぼ、デザインナイフと同じことが全てできます。デザインナイフさっき削ったんですけど、もちろんカンナ掛けもできますし、これで、まあ、筋を掘ろうと思えば掘れるわけですよ。まあ、何でもできる。けど、ちょっと、慣れるまで腕を要する、みたいなイメージなんですよね。で、これが、安全な、この、セラミックの刃に変わった状態で、ほぼできる。むしろ、筋張りに関しては、こっちの方がもしかしたらやりやすいかもしれない。で、どうやってやっていくかというと、まずは、ゲート処理行ってみようかな。ここにあるゲートをですね、これ、斜めになってるので、これを当てるんですよ。刃がこう斜めになってるので、この刃の部分をこう、ぴったり、こう、ぴったり当てる感じで当てていきまーす。この刃、まっすぐ当てると浮いてるのわかる？じゃなくって、刃先を当てるようにこう、ちょっと斜めに寝かすというか、60度までこうやって浮かすと、先端がぴったり合うようになります。ここで浮いてるでしょ？こうぴったり合わせるところまで。合わせてからこうやって前に進むってイメージですね。慣れるまでは最初寝かす、起こす、当たったなと思ったら、それで進軍するって感じです。で、カリカリカリってやっていくと、デザインナイフほどの切れ味ではないんですけど、少しずつね、こう削れていくんですよね。おりゃ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 。ちょっと削れてきたの分かるかな？反対からも行きましょう。一回寝かして当てたら、刃をぴったり60度まで当てる。当ててから、こう、進軍する。よいしょ、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 よいしょ。そうするとね、削れるんですよね、これが。ちゃんと。削れていきまーす。で、削れてきたら今度は、
立てたまま動かしてカンナ掛けをしていきます。このね、立ててキュイ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 やってるうちにまた綺麗になっていきます。で、動かすときに真横とか斜めとかいろいろいろんな角度でやる方がいいそうですよ。まあ、こういう感じでこう削るのもカンナ掛けもできるっていうのがこのマジスクのすごいところなんですよ。角度のある刃によっていろんなパターンができると。今までのこのセラミックブレードとはやれることが格段に増えているっていうのがポイントになってます。まあ、ほぼデザインナイフなんですよね。他に何ができるかというとですね、筋彫りができるって書いてあったんですけど、この先端のところがこう三角形山形に尖っているので、それを使ってですね、こういうのをなぞって元からあるこのモールドをちょっとね深くするみたいなのは本当になぞるだけでできそうです。ちょっと前だけ集中してやるね。お、深くなってきた、深くなってきた。この前の部分だけ掘ってあって、こっち掘ってない方と今乗せて比較してるんですけど、こんな感じで掘り直しができちゃいます。まあ、ゲートを処理するときにまずはこれを刃をねちゃんとしっかり60度にして当てて、まずは削る。削るときもソフトに少しずつ削っていく感じ、えぐれないように少しずつ少しずつで、削れたなと思ったら、今度は、ちょっと刃を立てておいて、で、カンナ掛け。いいね。カンナ掛け。カリ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 。まあ、カンナ掛けすると、こんな感じ、ちょっと、ここ、白く曇ってると思うんですけど、これをですね、さらに、こういった、ヤスリ?4000番とか今持ってきてみたんだけど、で、軽くね、ヤスってあげる。鳴らしてあげる感じかな。もともとね、セラミックで削った後ってそんなにね、目立たないので、正直塗装する人とかはね、そのままでいいんですけど、こう、素組みで割りたい人とかは、ちょっとね、白っぽく曇って目立つよね。なので、ちょっと目立ちにくい、こういう番手で軽くね、撫でてあげる。ってすると、こんな感じ結構目立たなくなりますね。いいじゃない。で、まあ、さらに、持ち替えなくっても、同じマジスク一本で、こうね、筋も掘りたくなったら掘ればいいし、っていうので、なんか、一本でやれることが本当に多いです、多いです。よいしょ。はい、そんなこんなで紹介してきた、こちらマジスク。ほぼこういうデザインナイフと同じぐらい削ったりとか、カンナ掛けしたりとか、さらには筋彫りなんかしたりとかっていうので、マルチに使える一本なんですけど、デザインナイフにも安全性が高くて、まあ、怪我をしにくいっていうのは結構ありがたいよね。やっぱね、こうデザインナイフを使ってると、こう危ないから、絶対に刃の前に指を置かないとこうって思ってても、ついついパーツがちっちゃいとね、気づいたら指怪我するんですよね。あれが結構痛い。だマジスクだったら、まあそういう怪我のリスクもかなり抑えられるので、まあ子供たちとか初めてこういうナイフでのゲート処理とかをやってみようかなっていう人にはすごくおすすめだったりします。で、さっきも言ってたんですけど、これで削って、その後カンナ掛けして、で、その上からこれ4000番ぐらい。の高い番手でサラサラサラってなぞると、ゲート跡どころかですね、削った跡もほぼ見えなくなってくるので、つぐみユーザーさんにはこんな組み合わせもおすすめでございまーす。まあ、マジスクね、現在は人気すぎてなかなか手に入らないってことなんですけど、毎月生産はしているそうなので、もし見かけたらですね、あ、これがマジスクかと思って、ぜひ試してみてもらえたらいいんじゃないかと思います。じゃあね、一点だけね、気になるのがね、キャップがないんですよ、キャップ。一応まあ、尖ってはいるので、えいやって思いっきりやったらそれは刺さるんですよ。だからなんか工具箱とかに入れとく用のキャップいいのなんか見つけた人がいたら、これね、ちなみにオルファのは刺さなくて、こうやって刺さないんですけど、あれ代用できるみたいなのがあったら気づいた人教えてください。これ裸で持ってくにはちょっと不安じゃないと思って、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、以上、もけんちゅ TV でした。またねー、バイバーイ。